皆さんどうも、ガチャリックスピンドラムの花です。ライブ DVD をご覧になっていかがだったでしょうか。楽しかったですか。ここからは私が、ライブでも実際に演奏していることを皆さんにお教えしたいと思いますので、ゆっくり見てってください。はい、まずはオープニング SE で叩いていることを実際にやってみたいと思います。はい、ということでオープニング SE でのドラムについてなんですが、やっぱりオープニングなので華やかに叩くことと、あとはドラムを叩く前に必ず変なポーズとか変な踊りをやってください。モアパワーという曲の、ラップの部分があるんですが、そこは私がラップを歌いながら叩いています。ここを今実際に叩いてみたいと思うんですが、実際叩くときもラップを歌いながら叩いてほしいので、ちょっと左を向きながら叩きます。はい、という感じで、こんな風に叩くんですが、ポイントは、まあ力強く叩くことのポイントなんですけど、ラップを歌いながら叩いているので、極力マイクから口が離れないように、でもドラムもちゃんと叩くようにしています。最近ではちょっと進化してきているので、ライブでそこもチェックしてください。続いてはアクロスザナウという曲の、一番最後にやっているドラムのフィルを説明したいんですが、これは超簡単でしかもちょっとパワフルに見えるフィルです。じゃあやってみます。はい、という感じになってます。これのポイントはこうフィルを叩くときに、粒を揃えてこう均等に、6連符をガガガガガッと入れると、他はみんな演奏してないところなので、他のメンバーが演奏してないから、こうそこがドラムの見せどころです。続きまして、ルーレットという曲があるんですが、このルーレットのギターソロのバックで叩いているのがちょっとかっこいいことをやっているので、一緒にやってみましょう。ルーレットのギターソロのバックでやっていることなんですが、ちょっとしたこうバスドラの入れ具合とか、あとはこうせっかくだからどこ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 やってみたりとかしています。皆さんも、楽しんで叩けるフレーズだと思うのでやってみてください。続きまして、ピアスという、バラードの曲の、2番の A メロのパターンをやってみたいと思います。はい、という感じになっていて、これはなんかいろんな音が混ざってて、すごい叩くと楽しいです。プラス、左手のこのスティックを普段と逆に持ち替えて叩いています。なんか
こっちの方がコッコッコってなりやすい気がするので、こうやって持って叩いてます。続きまして、切なくメロディーという曲があります。その曲の A メロの、タイトなリズムパターンをやってみたいと思います。こちらは、今叩く前にも言いましたが、こうちょっと打ち込みに自分がなったような気分で、こうチッ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 ってこうタイトに刻むと、なん曲全体の雰囲気も、もうサビもなんですけど、タイトにこうチッチッチッってやるとすごい曲がキュッとなるので、そんなイメージでこう楽しく叩いてください。続きまして、ブロークンラバーという曲の B メロで叩いているちょっぴり複雑なパターンをやってみたいと思います。はい、という感じで、ここはツインペダルはほとんど使わないんですけど、こうスネアとバスドラムのこう絡み方が、テンポが速いと難しく聞こえるんですが、ゆっくりやってみると意外に簡単なので、ゆっくりから練習してみてください。はい、続きまして、ハンティングサマーという曲の、ちょっぴりドラムソロが入っているので、そこをやってみたいと思います。はい、こちらはすごい短いんですけど、ベースソロ、ギターソロ、ドラムソロってこうみんなのソロが回ってくるところで、ここは周りのみんなが演奏してないところなので、思う存分頭を振ってドコドコしちゃってください。皆さん、最後までご覧になっていただきありがとうございます。これを見てフレーズをちょっと確認しつつ、もう一度ライブ映像を見てみると、また、より一層楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、今日はありがとうございました。